はい、皆さん、こんばんは。ワドです。2017年11月の15日、17時49分です。よろしくお願いします。ギフトがたくさん届いたので、まあ中身は俺は分かってるんですけど、まあ開封枠やりましょう。まずね、もう勘弁してよ、本当に鮫島さんから届いたんですよ。これが、餌だね。20キロのお米？これ。玄米って書いてあるね。玄米。20キロのお米。これ餌らしいよ。おんも。20キロの餌。で、まあ、卵と、なんだっけ？卵を育てるやつ。いや、クリスマスプレゼントだって言ってさ、鮫島さんから送られてきたんだよ。罰ゲームでしょ、こんな。ただの罰ゲームだよね。愛されてねえよ。鶏なんかこの部屋で育てらんないでしょ、どう考えても。開けるよ。ちょっと考えてよ。なんか、サバイバルゲームやってるんだけど、24時間耐久のね、トレーニングをするの。大会に出るんだ、簡単に言うと。24時間の。で、その時に、なんか、鳥を締めようっつって。屠殺しようっつって。あ、出た。28個パターン。あ、ヒーターも入ってるよ、のんちゃん。よいしょ。まず鳥が生まれた時のための餌と、これがヒーター。でけえな、おい。ミニペットヒーターって書いてあるんだけど。これじゃ鶏育てらんないでしょ。ミニペットヒーター。あ、ひよこを育てるやつか。そうかそうか。ひよこをこれで温めるんですよ、冬の間。でけえな、おい。ペットヒーター。ミニペットヒーターです。ペットヒーターね。これで温めます。だったらさ、サバイバルギー、これ1万どころじゃない、2万円ぐらいかかってるんだってよ。で、意外と小さいんだけど、これがまあ生まれてからだね。で、本格的だよ。こんなに小さいんだよ。もっとでかいと思ってたけど。これが、卵の羽化させるためのやつかな？なんて言うんだっけ？孵化器ってやつ。孵化をするための機械なんだけど。養鶏場開くわけじゃないんだからさ。勘弁してよ。どうやって開けんだ、これ。意外と大きくないね。なんで英語なん、説明が。外国のやつじゃん。取扱説明書読みますか。セット、温度設定ボタン。一度セットを押す。青い光。一度セットを押す。青い光が出てくる。温度設定を行うことができる。これちゃんと読んでおかないと。これ本当に卵かえるの？え？
うずらの卵みたいな大きさなんだけど。え？これで卵かえるの？小さくない？え？え、こんなに小さいの？俺もっとでかいのを想像してたんだけど。え、これ大丈夫？こんな感じなの？なんかすごい子供のおもちゃたこ焼き器みたいなさ、子供のおもちゃでしょこれ。え、これで帰るか。え、絶対帰らなくない？これこんなんで、だってもうすでにグラグラなんだよこれ。ほら、全然大丈夫。のんちゃんグラグラだよ、だってガバガバだよ設定。ほら、何これ。まず、え、これ本当にグラグラなの？うわ、グラグラじゃん。まあ、設計すらもできてないんだよ、これ、ほら。ガチャガチャグラグラなの。トイザラスとかでさ、これさ、2000円ぐらいで売ってるやつでしょ。大丈夫？これ、本当に。なんかすごいよ。軽いし。ゆりかご？え、だけどさ、これ、なんか小さいんだよ。ほら。卵こんな大きさじゃないでしょ。え、何これ。え、どういうこと。湿度と温度と、え、これで帰るか。どう思う。これで帰ると思う。うずら用のサイズだよ、本当に。マジでマジで。転覧させるためのものなの？これを挿すと、コンセントを。で？で？大丈夫かね？なんかグラグラだけど。これアメリカ製なんだよね、多分。英語なんだよね。なんか配線が飛び出てるしさ。大丈夫かな？で、まあ、これで育てると。これね。せっかく掃除したの、本当だよ。花火ありがとう。で、問題、ヒーターでしょ？で、問題なの、こいつだよ。開けるよ。こいつ。穴の上に置くんだろうけど。いや、それはわかるけど。さすがに。適正6はいるけど、親が抱きながら卵転がす。有精卵、これ2000円するらしいよ。すごいよな。何でもアマゾンで売ってんだもんね。何でも売ってんだもん。だってさ、有精卵がさ、買えると思わないじゃん、普通。ウコッケ農家できちゃうんだよ、誰でも。養鶏場できちゃうんだよ。あ、なんかすげえ匂いだな。牧場の匂いがする。あ、なんだ、袋が入ってるな。封筒が入ってる。取扱説明書あんの？読みますか。なんだこれ、いっぱい紙があるな。森様。あ、値段、これ2300円すんだって。あ、ご支援ありがとう。うおー、すげえ。グレート花火ありがとう。誰、グレート花火ありがとう。ありがとうございます。ご支援よろしくお願いします。ありがとうございます。2300円だよ、卵3個で。どんだけ高級なの。
2300円だって。じゃあこれで卵育てろって。2300円だって。高っ。え、2300円もすんの？鮫島さんから、森様って書いてあるから。鮫島兄さんから、カズマ兄さんからで。え？いや、3個って言ってたけどね。3個入りの買ったって。うわ、かわいいひな。2017年10月の卵だって。メスひなが入荷いたしました。あ、違うわ。ひななので、メス。間違い。なんだこれ。あ、空港だ。メスのひな4000円もするんだ。要は広告だ、これ。新千歳まで送る場合は8000円だって。旭川だと9000円。東京だといくらすんだろう。あ、地方にも販売しますよっていう。珍しいやつなんだろうね、多分。関東近郊は手渡しなんだ。大丈夫か、これ。ウコッケーの卵購入いただきありがとうございます。 20% 以上破損していた場合、内容数の 20% 以上、ああ、なるほどなるほど。要は卵が壊れてたらってことね。壊れてないでしょ、こんだけ頑丈にしてたら。結構さ、まあ本当にちゃんとやってる農家の人なんだね。農家っつうか、そのウコッケーの。じゃあ、じゃあ開けますか。これだけで数万円いったって言ってたよね。卵開けます。開封します。汚ねえな。じゃあセットしますか。これを。あ、こんな感じなんだ。ちょっと汚い。なんか泥がついてるみたいな。なるほど、なるほど。これをセットするんだ。ああ、1万5000円もかかったの？こんな感じですね。卵だね。普通の卵。うん。ちょっと拭いてきていい？ちょっと拭いてきていい？汚いから。コッケーめちゃめちゃでかくなんの？ちょっと拭いてくるわ。泥がついてる。ちょっと拭いてきます。すげえな。泥がすごい。方がいいってのんちゃんのアドバイスなんで、普通の卵っすね。普通の卵、多分こういうことなんだろうね。ちょっと一個セットしてみよう。こういうことでしょ、多分。一個だけ、これで合ってるよね。これで合ってるよね。でこれをこうだよね。でスイッチオンだよね。こういうことでしょ、要は。合ってる？
いや、手洗う。だから卵洗いたかったんだけど。これで OK ですか？皆さん。こういうことだよね。こういうことだよね。なんでこんなグラグラしてんだろう。それがよくわかんないな。OK。いや、もう一個ある。もう二個あるよ。もう二個ある、ここに。全部をここにこう並べればいいんでしょう、こうやって。じゃあ電源入れてきます。いや違う、カタ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 言うんでしょう。もうこれで勝手にこうやってやった、あと待つだけ3週間。そういうことでしょう。これでほったらかすってことでしょう。合ってる？いや、そうでしょう。そうすると勝手にヒナが帰るんでしょう。水を入れるって書いてあったな。はい。インテリジェント羽化機。ジュラシックパークっていうか実感ないよな。グラグラなんだよね、これが。なんかアメリカ製なんだろうけど、どこに水入れんだ。38.5度、指示は正常。いやー、そしたらアウトでしょ。こんなん落としたら卵クラッシュでしょ。じゃあカタカタするっていうか、なんかその足が4つついてんだけど、ここに。これがもう噛み合ってないの。グラグラなの。もう。グラグラなの。ベトベトすんな、この卵。グラグラなの。立て付けが悪い。じゃあ、コンセントあるとこ育てるわ。OK。OK？ みんな。育てるよ。開始するよ。のんちゃん、どこでやる？冷蔵庫の上。冷蔵庫の上。あ、ちょっと危ない危ない。何日で生まれるの？約2、3週間。大丈夫か、これ。危ない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 
置いとくよ。うん。手洗わないとサルモレラ菌。
出てくる瞬間って言われてもね、その時に配信回してるかどうかわかんないもん。音はうるさくないね。はい、以上開封枠です。ふぅ、以上でーす。雑談しよう。釈迦が卵産んだら釈迦に育てさせればいいんじゃないの。野生の文鳥になっちゃう。じゃあじゃあ、ヒナを取り上げるんだよ、生まれてから。そうか。そう、まああれで育ててもいいだろうけど。でもうずらより小さい卵だよ、小指の先ぐらいの卵だから。うん、ヒナの段階で取り上げんの。参ったなぁ、ほんとに。みんなはいいよなぁ、傍観してるだけだから。最後はだから屠殺するためだって言ってたよ。屠殺するんだって。なんで自分でさ育てた鳥をさ殺さないといけないんだよね。しかもウコッケうまくないらしいよ、噂によると。卵は抜群に美味しいんだって。でもその肉は食べるもんじゃないんだって。肉は食べるもんじゃない。真っ黒い鳥、真っ黒い鳥。フォローありがとう。そう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 、見た目は結構かっこいい鳥だよ。そうだ、天城風のグローブ買わないと。アマゾンのグローブ、グローブ欲しかったやつがさ売り切れになっちゃったんだよね、困ったことに。だいぶ前にリスナーさんにもらった天城風開封しようか。登録しよう。ありがとうございます。在庫切れになったままだな。
はい、ピースさんいらっしゃい。お疲れっす。大丈夫のんちゃん。大丈夫。ああ、そうだ。顎のさ、サバゲーのさ、マスクももう完成したんだよ。これをさ、ニス塗らないといけないんだよね。ニス。これニス塗ってかっこよくなるのかな。のんちゃん、これヤスリがけした方がいいの？え、何それは電動で、それとも手で？手で。手でヤスリかけんのこれ。おお、乾いたかな。ミラクルフィットだ。で、その後ニス塗んの。うん、思ってたよりもね、なんかカチカチではないね。ザラザラって感じ。コルクに近いね、材質的には。木っていうかコルク。思ってた硬さではない。ひびは治ったっつうか、埋めた粘土で、ひびを。ヤスリってペーパーのヤスリいいのんじゃん。ひび割れは埋めたね。今度ヤスリがけか。割れそうだよな、なんか。フルオーダーつうか、まあ自作だからね。顎のラインとか綺麗にすればいいか。で、あとはこっち側にこうガシャッと、この辺までの、流線形の、ね、この辺までガシャッと、すれば、いいんじゃない。違う、素材、ここの上にニスを塗っていくの。だから漆みたい、漆っつうか、まあ、木みたいな素材になる。ここにニスを塗っていく。ただその粘土の色がこうなってるだけ。で、ここのプラスチックの部分は黒くしようと思ってるね。こっちはニスで、こっちは筆で黒く塗ろうと思ってる。真っ黒っぽくなるんだ、遠くから見たら。真っ黒な感じになるんですよ。
ニョッキ、うん、最後に紐の穴を開けてね、紐を通せば。さすがに鼻だけだとぐらついちゃうから、うん、はい、お疲れ様。特に何かしてるわけじゃないよ、何もしてないよ、雑談。何もしてないよ。今ね、顔につけてたのはね、サバイバルゲームっていうのをやってんだけど、サバゲー、あの BB 弾打つやつ、それのマスクを自作したんだよ。サバゲ配信は鮫島さんもうやらないって。サバゲーやってたんすか。サバゲー超面白いよ。配信者として意味はない、サバゲーが。小学校の時にやってたんだ。でもね、嫌がらせしてくる人とかさ、なんだろう、妨害する人とかがいたらやる気なくなるのはまあしょうがないと思うよ、配信者が、うん、俺らはさ、ほら家で雑談してりゃいいだけだから、そう、なんつうの、配信回してみんなを喜ばせようっていう気持ちでやってるわけじゃん。ね、だからルール守れないリスナーさんがいると、まあ放送できなくなるっていうのはしょうがないよ。電動 M16。 おお。
ポップアップが珍しかったんだ。へえ。あ、そうなんだ。トレさん、まあまあ一時ね、うまくいっててもほら落ちたり下がったりするもんだから。まあ配信長くやってたら、まあバブルもあるし、ダメになる時もいい時もあるから、まあ明らかにだってドレさんからしたらさ、今までの状態いい状態だったわけじゃん。落ちるでしょ、そりゃ。うん。良くなったら落ちるし。でもそれはなんか周りの人が揶揄するものじゃないと思うよ。なんかそれを見て気分がいいっていうやつは、なんか絶対収入悪いと思う。あ、30年も前。なんかその脳みそって面白くて、その主語とかを認識できないから、人の悪口を言ってる時って実は自分が不快なその脳内物質が出るからあんまり良くないんだよ。だから悪口言うと良くないよっていうのは結構科学的に証明されてることなんだよね。なんか出る杭を打つとか、そのもともとどういう本能かっつったらさ、その異物を排除しようっていう本能らしいの。だけどそのなんて言うんだろう、それってすごくいらない機能なんだよね。だったら人のいいところを伸ばしたりとか褒めたりとか、そういうことができるようになるとどん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 良くなるんだよ。だから結構マジで言ってるんだよね、そのあんまり人の悪口言わない方がいいよとか。なかなか伝わらないんだけど、全部自分に返ってくるから。ワドは何使ってる？僕は PX4 っていうベレッタっていう会社のガスなんですね。論理的に話がつながらないかな。論理的に話、その話とこの話が論理的に全然つながらないから、ちょっと何を言ってるのかわかんないかな。じゃあの意味がわかんないね。どういう風になったらじゃあになるのかよくわかんない。ベレッタ好きですね。ベレッタ好きですね。気に入ってます、僕は。いいっすね。PX4。イタリアの銃メーカーだね。イタリアの会社の銃メーカーで。温泉配信やりたいよ、のんちゃんと。ただのんちゃん今風邪ひいてるから温泉なんて行けないもん。のんちゃんと温泉いいよね。IQ が20さ変わるとさ、会話が楽しくないっていう話がす
あの結構定説なんだけど、絶対あるよね。IQ が20ずれると、あの会話が成立しないどころかどんどんつまんなくなってくのよ。で、IQ が近ければ近いほど笑いが絶えない会話になるんだって、人間って。すごく面白いよね。実物こんなもんでしょ。こんなもんだと思うよ。こんなもんだと思う。だって銃の下につけるんだもん。一発しか撃てないから。パチッて。ありがとうございます。パフェありがとう、カズ。パフェありがとね。いや。年越し配信？いや、まあ普通に配信するよ、毎日。普通にやる。普通にやります。年越しも配信するでしょ。カウントダウン。意外と年末って配信者少ないんだよね。配信みんなやんない？クリスマスとか。どうじゃ、鼻水止まんねえな。大丈夫かな。一回空気入れ替えます。人生楽しんでますよ、僕は。もうやりたいことしかやらないって決めてるんで。やりたくないことを全力で拒むっていう、あの、めちゃくちゃな生き方してるんですよ。なんかね、でもね、俺ね、中野信子先生のサイコパスの動画見てたら、俺サイコパスなんじゃないかって思い込んできたんだよね。なんかね、当てはまるところが多すぎるんだよね。うん、羨ましいっていうか、その、すごい自己中なんだってサイコパスって。ですげえ当てはまるの。のんちゃんとクリスマスラブラブ配信。地響きって何？ああ、のんちゃんの鼻水の音。だからね、多分サイコパスなんだよ俺。はい、こんにちは、よろしくお願いします。多分俺はサイコパスなんだと思う。いや、間違いなく、なんかリスナーが言ってた意味が分かってきた、だんだん。そのサイコパスって俺、猟奇殺人者のことをサイコパスって言うんだとずっと思い込んでたの。でも、なんかほら、ブログでさ、サイコパス当てはまったじゃん。で、そっから結構調べてるんだけど、当てはまるところが多すぎるんだよね。多分サイコパスなんだと思う。サイコパスイコール猟奇殺人者っていう意味じゃなくて、その、統計的にサイコパスは生まれてくるのよ。その、で、要は人の痛みがわからない人とか、その、なんて言うんだろう。感情が、なんつうんだろうな。その、要は人の痛みのわからない人だよね。すごく冷徹で目的主義な人で。で、他人が苦しんでようが、何してようが別に平然といられるんだけど、自分の利益を阻害されるようなことをされると異常に過剰なが、そう、敵対行動を取るとか。うん。ファッションリーダーって意味なの？だ、そういった意味では、ああ、まあサイコパスだろうなっていう。別に誰かが死んでてもそんなに悲しくはないっていうか。で、その、サイコパスってその、IQ が高いように見せたり、魅力的に見せたりすることが得意なんだって、潜在的に。だから、まあ、当てはまるなと思って。だからサイコパスの人間っていうのは魅力的に映ったりするんだって。その人の関心を引いたりとか、人にチヤホヤされるのが得意な。当てはまりすぎて怖いよね。スティーブ・ジョブズは間違いなくサイコパスでしょ。うん。葬式で笑うっ
あ、俺も全然葬式であんまり悲しいっていうのがよくわかんない。葬式で悲しいっていうのがよくわからないんだ。これ本当に子供の頃からわかんなくて、だからまあ冠婚葬祭行かないとかいう発言もどう考えてもおかしいもんね。ちょっと怖くなってきてるんだよね、自分で。やっぱどっかおかしいのかなみたいな。葬式で爆笑はしないけど、別になんで悲しんでるんだろうみたいなのはある。なんだろう、その別にそれを言わないけど、なんかそのなんだろう、よくわかんないっていう、普通にできないのかなっていうか、だから恵比寿さんが爆笑する理由は葬式が面白いからじゃなくて、あの神妙な空気が面白いっていう、それはちょっとわかるんだよな。それはちょっとわかる。ただ笑いはしないけど、恵比寿さんはやばいよね。いや、行かない方がいいでしょ。で、なんだっけな、アメリカと日本は統計取ってないんだけど、アメリカの経営者の CEO 化の5分の1はサイコパスなんだよ。アメリカだとね、その何人つったっけな、100人に2人とか、要は50人に1人とか、そういう確率なはずなのに、経営になると急に CEO の数で計算するとサイコパスめちゃめちゃ多いんだよね。だから何々の異端児とか、そういう呼ばれ方する人とかは結構サイコパスの傾向があるって言ってたよ。経営者はほとんどサイコパスだって。ほとんどっていう言い方も変かもしれないけど、まあそういう人間の方が向いてるんだろうな。じゃないと経営なんかできないでしょ。で、先天的にサイコパスなんか後天的にサイコパスなんかっていうのはまだはっきりとは出てないんだって。ただおそらくその遺伝はしてるだろうっていう。あ、そうなんだ。500人も死んだの、あれ500人も撃たれたの。すげえな、500人も撃ったの。バカすぎるだろ。500人、すげえな、めちゃくちゃだな本当に。ビルの上から撃ってたんだよね、あれ。撃ったのはもっと、会場に1万人いて1万人全員殺すつもりだったの。すげえな本当に。おー、で500人が死んだってこと？さすがにそんなことないでしょ。撃ったのはもっと、ってことは500人死んだの？すげえな、500人死んだの？すごっ、どうなってるの？いやー、理解できないね。死んだのは50人ぐらい、損傷は500人ぐらい。
映画みてえだな。なんでそんなことするんだろうね。死刑になるだけじゃん。だったら自分のことをさ、撃った方が合理的じゃない？死にたいんだったら。人のことを殺したいのかな？なんだろう。何がしたかったんだろう。なんか人のことを殺したいっていうのはあんまりないんだよな。リア充が憎かったとかそういうことなのかな。何なんだろう。なんか死んでる人間を見ると嬉しいとかなんかな。まあ理解できねえよな。あ、でも俺鮫島さんもサイコパスだと思う俺もサイコパスだけど鮫島さんはもっとサイコパスだと思うね。あのもう間違いない。俺は疑惑だけど鮫島さんは 100% サイコパスだ、ね、決定だよ決定。それだけは断言できる。わかる。間違いない。のんちゃん今日何食べたい？食欲ない。食欲ないって昨日だって何も食ってないでしょ。サラダ食べた。栄養ないよ。うん。のんちゃんの声アニメみたいじゃない？昨日麻婆豆腐食べてない。そばと天ぷら結局麻婆豆腐作ってねえのかよっていう。でも麻婆豆腐はありだったね、選択肢として。すげえこの人天才だとは思ったけど、あのさ学校の給食にとかに出てくるさ、サイコロみたいに四角い小さい豆腐の麻婆豆腐はわかる？俺あれすごい好きなんだけど。まあなんだ、今日麻婆豆腐作るよ俺。今日作る。あれがすごい好きなんだよね。サイコロみたいな小さいさ豆腐の麻婆豆腐すげえ好き。今日のんちゃん麻婆豆腐にしようよ、うん、のんちゃん元気ない。木綿だよ、木綿だよ。え、絹の方がぐちゃぐちゃになりやすいイメージなんだけど。そうなの？
かり買ってくる。いってらっしゃい。逆だよね、木綿の方が硬いんだよね、崩れづらいんだよね。あとでスーパー行こう。あ、じゃああれ買ってきて、あのあれ。おー、よくわかったね今。どうしてわかったの？モンスターちょうだい。210円だったと。ジュース代いる？いる？のんちゃんどこにも出かけたくないの。のんちゃんはこの部屋にいるのが世界で一番幸せだって言い張るから。俺は出かけたい派だからさ。塩茹でして下ごしらえしてからするといい。あー、のんちゃん元気ないんだよ。困ったよ。アンビリカルケーブルの長さに限界があるんだよ。何？何？意味が分かんないんだけど。何？どれさ、アンビリカル、ん？アンビリカルケーブルの長さに限界があるの意味が全然分かんないんだけど、誰か分かる？もう何？もう病人ばっかりなんだけど、うちのリスナー。昨日もなんか変なさ、女の気違いリスナーに絡まれたし。何アンビリカルケーブルって、何の話をしてんの。もうドレさんの頭の中でどんどんストーリーが進んでいくから、もうついていけないよ。わかんないよ俺は。あー、これ買っとけよかったな、ベヌム8000円のグローブ。売り切れてないんだ。本革の買おうかな。どうしよう。どうしようかな。本革高いんだよな。2万ぐらいすんだよな。いや、神の使いがなんか。もう、ドレさんはやばいよ、本当に。本当にやばいと思うんだけど。ドレさん、いつかなんかやっちゃうでしょ、これ。ドレさんはいつか猟奇的な何かを起こすと俺は勝手に思ってる。赤黒がないなら白黒。白黒だとあるんだよね。白黒だとある。7500円で白黒にしようかな。白黒だとね、在庫残り1点なんだよ。だからまあ赤黒かっこよかったんだけどな。買おうと思ったら売り切れちゃってて。白いグローブもかっこいいんだよ。白にしようかな。白黒に、白ベースの黒にしようかな。こっちは在庫あるな。白いグローブってどうなんだろう。まあ別にね、グローブなんか趣味だもんね、色なんか。別に何色だっていいんだろうね。
でもまあベヌムはベヌムにしようと思ってるんだけど、本革で2万にするか7500円の合成レザーにしようか迷ってんだよね。じゃまだ通ってない。まだ通ってない。どうしようかな。いや、だからグローブを買ってから買おうと思って。黒の方が見づらいだろうね、多分ね。多分そういうのあると思うよ。グローブによって見やすい色、見づらい色あると思う。でもなんかさ、そのルールが16オンスが変わるかもしれないって便所さんが言ってんだよ。だったら別のグローブ買っておきたいんだけど、俺は16オンスでいいと思ってんだけど。ありがとう、のんちゃん。はい、ありがとう。モンスターうまっ。初見さんいらっしゃい。和道さんってどんな人なんですか？みんなの憧れだね。そうだね、みんなのカリスマだね。そうですね、はい。そうなんだよね。君は物分かりがいいね。とっても素直。いい子。そうだね。ああ、サインはお金にならないからステッカー買って。サインくださいって殺意湧くよね。なんで書かなきゃいけないんだよ。さ、サイン書いてくださいっていう方も殺意湧くけどさ、サイン書いてくださいって配信者がサラサラって書く配信者も腹立つんだよ。
荒野とかなんか何気にサラサラサイン書くのがあれかもう腹立ってしょうがないんだよね。ムカつかない？サインくださいっつって、うわバカだなこいつと思って、で荒野荒野でサラサラって書く、もうバカバカだよ、バカとバカだよもう本当に。いや笑うとかじゃなくてもうね、何これみたいな。俺サイン断ってる、うん、いやサインとかないんでっつって、サイン欲しいか配信者の、欲しい、欲しいの全く理解できない、配信者のサインが欲しいって。iPhone カバーに和道ってサインもらいましたよ。あー、いっちさんか。はいはいはい。書いたわ。書くんかい。うん、いやまあなんかみんなが書いてたから、うん、まあなんか断りづらかったから。うん、サインめっちゃ iPhone カバーにサインめちゃくちゃ書いてあった。風俗のティッシュより価値が低い。風俗のティッシュなんかいらないでしょ。欲しいのサイン。いらないでしょ。俺ねサインって本当に意味がわからないと思ってて、写真はわかるの。写真はわかる。グッズはわかる。サインに何の価値があるの？それ、使い方は何？芸能人のサインとかも別にいらないじゃん。部屋に飾るの？何なの？そう、サインって。飾るの。いや、だったら写真ならわかるじゃん。写真飾りたいとかさ。サインもらう前、突者と喧嘩してたんで気まずかった。え、俺喧嘩してた。俺ね最近ねリスナーに結構八つ当たりするんだよ。最近結構意地悪くて、あのね結構ねオラつくんだよねリスナーに、うん、眺めて生き様を見る、うん、サインに生き様なんかないでしょ。なんかそのわかんない。写真はわかる。キャスバーの時喧嘩してた。そそお疲れい。楽しんでて。そそどんどんなんか白くなってってるけど大丈夫。サムネがどん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 薄くなってくけど。なんなのそれ。会ったことがある証明。ね、だったら写真でよくない？あ、で書道家はわかるよ。書道家のサインっていうか、書道家は書体が綺麗だからわかるの。だけど違うんだよ、俺ね多分やっぱサイコパスなんだよ。サインをもらった時点で負けだと思ってるの。サインをもらった時点で俺はこいつに勝てないって。要は芸能人に子供の頃からライブ、俺ステッカーありますよ、ステッカー販売してますよ、はい、いつでも持ってるんで、はい、ステッカー販売中です。あのサインをねだったらもうこいつを超えられないって子供の頃から思ってた。なんかそのこいつより俺は人間として上だろうみたいな。なサイコパスなんだよ。1000円です。高いっす。あのぼったくりでさすがにあの金にがめつい便所太郎さんにワードさすがにやりすぎだよって配信外で、お前500円とかだろっつって、500円でもあの問題あると思うのにお前1000円は強くすぎだろって言って、あーいやいやそれはだからいいと思うのよ。それでだからもうイチローのサインよりもメモが大事ってことでしょ、うん、いやそれでいいと思うよ。要は自分のやるべきことをやってるわけじゃん。みんな1000円なんで大丈夫。いや結構強気すぎるだろうって怒られたよね、うん、居酒屋で有名人のサイン、あそれはわかるの。
それはわかる。店をやってたら、店が担保になるじゃん。その、こういうお客さんがいますよって。それはわかるの。それはわかるのよ。で、部屋の中に安室奈美恵とか、まあ、具志堅用高とかのツーショット写真はわかるの。具志堅さんに会ったことあるんだって。ただ、店はわかるんだけど、部屋の中にサインってさ、わかんないんだよな。あ、全然全然。はい。声かけてください。いつでも持ってるんで。いや、だから、ステッカーになんか書いてっていうのはわかるのよ。なんか。うん。ステッカーとか、だからサインわかんねえんだよな。サインわかんねえわ。俺は安売りはしない。その代わりめちゃめちゃ時間と金かけるから。うん。原価も手間暇もかけてるから。デザインも俺がやってるからね。普通さ、リスナーさんのデザイナーさんに頼むじゃん。だから俺が作ってるものだからいいと思ってんの。ステッカーには書くよ。全然、その、それは、その、ステッカーの価値を高めたいって行為じゃん。わかるの。その、ステッカーにサイン欲しいとかわかんの。だから、本にサインはわかるの。その、作家に、本にサイン書いてください。これはわかるの。ただ、サインがわからないの。うん。ここ難しいよね。難しい。ベッドに貼って、あ、それは嬉しいわ。それはすごい嬉しいわ。要は日常に使うものとか目に触れるところに、なんかアイテムをつけてほしいの。だから俺、ランシュドってバンドめちゃめちゃ好きって言うけど、やっぱ見えるところに、こうやってランシュドのグッズをこう置いといたりするの。これワッペンなんだけど。で、ステッカーも飾ってあるんだけど。だから、こういうのは嬉しいの。ただ、サイン、文字はわからねえわ。うん。ちょっとわかんねえ。俺一番ひどいやつなんかさ、和道さんのなんかもうゴミをくださいって言われたことあるの、本当に。鼻かんだティッシュとか、なんか使ったゴミをくださいって言われたことがあって、もうこいつはすげえなと思って。グッズはパーカーとかありますね。ウェブで販売してますよ。ふわっちのプロフィールページから飛べますよ。喜ぶことっていうか、わかんねえな。うん。ジョーズのワッペン届かないから。いや、俺ワッペンの制作なんてわかんないよ。ただピンバッジは作りませんかって言った。ジョーズの。ピンバッジだったら安く作れるから。ワッペンは無理だけど。あ、行ってらっしゃい。和道パーカー。のんちゃんのヤギティ。あれでも取り下げるよ、一旦。だから販売買うんだったら今のうち。もう、発売一回リニューアルするから。のんちゃんの原画はそこに飾ってあるよな。のんちゃんの原画は。あそこに飾ってある。マスクがあるでしょ。バッテリーの上にマスクがあって、あそこに絵が飾ってある。マロングラッセのりこの。銃が飾る。銃の隣だね。あれが原画。でもね、クソカスカオスの T シャツが結構いいデザインなんだよね。かっこいい。あれはかっこいいね。マロングラッセは俺が好きな、子供の頃好きだった食べ物だから、好きなものと好きなものをミックスした名前ということで、マロングラッセのりこです。わかる？好きなものと好きなもの。わかる？俺マロングラッセめっ
ちゃ好きなんだよね。マロングラッセいい。パーカー見たけどいい。あ、ありがとうございます。和道の和が古い和なんで、あれもう限定販売ですね。ちょっと取り下げます。あの新しいデザインの作ったら旧作です。旧作、新しい和道の字に変えて。俺絵描けるよ。何回か配信で描いたことあるけど、見る。アウトサイダーアートだってバカにされるんだけど、見ます。直では売ってないっすね、パーカーは。ネット販売のみっすね。よいしょ。私の絵はですね、見ます。こんな感じですね。はい。まあ、やっぱりより目っていうね。やっぱりより目。うん。でしょ。うん。猟奇的っつって。いや、誰を描いたとか特にない。なんだかわからない。意味はない。意味はないです。あー、ごめんね、ロハコさん、見舞い行けなくて。知らんかった。解放にさっき聞いたよ、もう退院しちゃうよっつって。何、手術の時に見舞い行けんの？手術の時。うん、サバイバル用の仮面あそこにあるよ。乾燥してもうすぐ、もう形はできてるね。ネットならいつでも買えるけど、あのデザイン自体を俺が取り下げちゃう。和道の和が変わったから。だからもし旧デザインが好きな人は今のうちしか買えないですね。今店頭に出てるのを消しちゃう。はい、解放、お疲れ、お帰り。いける？じゃあ、手術の時にするわ。来月間に合うんじゃないかな、多分。いや、気分で動いてるから多分間に合うと思います。大丈夫だと思うよ。ちょっとトイレ行ってくるわ。手術終わったの？え？手術はもう終わったの？全然わかんねえな。え、終わったの？手術。検査入院じゃないの？え、ちょっと待って、状況がわかんないんだけど、もう手術成功したの？はい、いってらっしゃい。手術成功したの？おめでとう。え？
カテーテル、もう終わったの？マジか。うん。あ、全然ワドでいいよ。うん。関信号花火、何消えちゃったよ、読み上げらんなかった。トイレに芝生置いてるのマジですか？マジですね。人工芝ね、あの百均とかであるじゃん、プラスチックのやつ、あれ。痛くないよ。初見さんいらっしゃい、楽しんでってください。極部麻酔なんだ。へえ。おめでとう、ロアコさん。そうだったんだ。見れなかった、何だったの？いやいや、だからあの鮫島さんから送られてきたあのウコッケーだよ。ウコッケー、いてててて、鮫島さんのウコッケー。あとあれでしょ、アメリカ人も来たでしょ、アメ人も来てるでしょ。はい、おかえり。あ、キャンセルだったんだ。あ、そうなんだ。知らんかったわ。
ワドンさんに質問があります。いや、その前振りいらんよ。全然答えられることは答えられ、答えるし、答えたくないことは答えないから、バーってぶつけていいよ。全然和道さんにとって配信とは、俺にとって配信とは、覚えてないですね。忘れちゃいました。みどりさんはベトナム行ってたから来れなかった。あ、そうだったんだ。何だったかな配信って何なんだろうね。覚えてないです。特にないっすね、特にないっす。なんかね、デビューしたての頃とかいろいろあったんですけどね、なんかそういうなんか配信とはみたいなのいっぱいあったんだけど、なんか忘れちゃいましたねはい、バレニアいらっしゃい。何なんだろう、配信論みたいなのって面白いの、リスナーさん聞いてて。なんかその漫画家の漫画論とかどうなんだろうと思うんだよな。配信論って何なんだろうね。過去のこと知ってますけど今があればいいじゃないですか。何の話？動け動け。開封終わったよ。なんか思ってたのと違かったね。鶏卵器、ふかきが、千葉のどの辺に住んでるのかって、元住んでた場所成田、今は新宿だよ俺。なんで住んでるって今なうじゃないよ。千葉元々住んでたのが、出身が成田、出身とは違うけど育ったのが成田。コッケーもらったよ、成田です。新宿ナウって、だって俺住んでんの新宿なもん。あ、知らなかったんですか。三鷹に行くの仕事で。
ウコッケ飼ってるんじゃなくて卵が届いたおめ。卵を孵化させろっていう命令。ただなんか器具を見てる限り孵化しそうにはないと思う俺は。孵化しなさそう。今一番食べたいもの、食べたいもの、食べたいものなんだろうね。特に何でも美味しければ。リアトツ僕今やってないっす、申し訳ないっす。あのオフ会とか開いた時あのとかリアトツやってないんすよ今、うん、卵も届いたよ、卵も届いた。リアトツはねもうあのやってないんですよ。まあ街でたまたま見かけたら声かけてください。 iPhone の IME 何使ってる？サファリ、サファリだね、サファリ。そうなんかリスナーさんとリアトツすげえやったんだけど、なんかちょっとね悲しい出来事が多すぎてあのもうやめちゃったんですよ僕。やっぱインターネットで出会ったらインターネットで完結した方がいいなと思ってて、お互いにとってそれがいいんだと思って、なんか会うの良くないなっていうのが結論なんですよ。あ傭兵ダメだよあいつ、傭兵はなってないよ、もうほんとクズあいつは。なんかヒカルくんがイケメンになってる、髪の毛パーマかかってる、かわいいヒカルくん、ヒカルくんかわいいねこの髪型、めっちゃかわいい、前髪がくるんってなってる、なんか少年足部みたいでかわいいんだけど、これさっぱり、なんかね爽やかになったねすごい。まああのヒカルくんのさなんかスラックスと短パンと T シャツみたいなの好きなんだよねでもなんかおしゃれだね、うん、あ飲まない、僕お酒自体を飲まないんですよ、お酒自体を飲まないんで申し訳ないっす。いや少年足部みたいで可愛くない？ヒカルくんクリックリなんだけどちょっと可愛い、キュンキュンする。なんかそのリスナーさんと深くつながるのがもう結構臆病になってて、本当に良かった試しっていうのがほとんどないの、リスナーさんと会って。なんかこうすげえ裏切られることが多いから、なんかその悪口言われたりとか、だからもう嫌になっちゃってさ。だからネットで出会った人はネットで終わらせるっていうのがいいんじゃないかなっていうのが俺の結論なんだよね本当に。そうだからあんまりその程よい距離感を保って接するっていうのが結構テーマなんだよね。うん、絶対良くないよね。っていうのも多分リスナーさんからすると会ったら友達になるんだと思うの。なんかねこうリスナーさんってその俺らのことを知ってる時間は膨大にあるわけじゃん、動画を見たり生放送を見たり。だけど配信者ってどれだけ会っても初めましてなんだよ1回目は。だからねそのねなんかそのなんかそのコメントとかも1回会っただけで次の放送ってもう俺は和道のこと知ってるっていう感じのコメントになるのよ。なんか俺は和道と飯食ったことあるしこいつのこと知ってるみたいな感じになってすげえやりづらいの俺からすると。だからもうリスナーさんは街ですれ違った時にその声かけられたりしたらもちろん対応するし、配信とかでもね外配信やってる時声かけられたら全然いいんだけど、カメラ回ってないところでその例えば
あれでは、イッチさんのことを言ってるわけじゃないからね。そこは誤解しないで。例えばなんだけど、おごりますよって言うじゃん。だけど、俺らからすると、たかだか、その、3000円以下の飲み代とかをおごられても、その、俺らからすると接待をしないといけない立場なのよ。わかる？その、もてなさないといけないの。だから、すごい気を張るし、仕事してるみたいなんだけど、別にその、飲みたいものを飲めてるわけじゃないじゃん。だから、その、嫌なんだよね、すごく。マイナスがでかいっていうか。そう。向こうからしたらでも3000円とか5000円とか1万円とかかけて飯連れてってるわけじゃん。だけど、別に俺の収入に直結するわけじゃないから、そう。俺らからすると時間と金かけて、ね、なんかすごい、ずうずうしい人を作り上げる作業だと思ってて、すごい嫌なの。そう。そう。接待する給料じゃないじゃん。だったら給料払ってよって話じゃん。だったら金出せよっていう。だったら、こっちが放送を回ってる時に勝手に来て欲しいの。それだったら別に俺は仕事中だから、その絡みは無駄にならないじゃん。その代わりカメラ映りたくないって言うんだったら、こっち来んなっていう話だから。だから俺嫌なやつなんだよ。そう。いや、俺嫌なやつなんだよ。言っててわかるけど、そう。わざわざこっちからするとさ、時間割いて2、3時間割いて話しに行って、疲れたっつってさ、で、なんか、すげえディスられたりしたら気分悪いから、だからもうお断りしてんの。だったら気持ちよくさ、放送上でさ、楽しく絡もうよっていう。もうなんでなんだろうね。すごい多いんだよね、そういうのが。すげえ疲れちゃう。多分ね、これ正解だと思うよ。正解だと思う。ウコッケーだね。ウコッケーの卵と20キロの餌と、ヒーターと、孵化器だね。ちょっとね、特殊だからね、やってることがね。次回より花火投げられた方がいいんですか？いや、あのね、その花火、率直に花火投げられた方がいいっすね。はい。例えば100万円もらえますって言われても、花火50万円の収入になってもいいから花火投げてくださいって言ってる。アイテム、なんでかっていうと、100万円受け取ったら100万円その人に返さないといけないんだよ。その、いいよ、気持ちだよって言うけど、100万円分の、その、恩を作っちゃうことになるの。でしょ？人間ってそういうもんだと思うから。俺も誰かに100万円渡したら100万円分でかい面するじゃん。だから、こういう会社が間に入るって大事なのよ。返せって言ってくんのよ。俺らからすると意味わかんないじゃん。100万円渡して100万円返せってなんだよって。貸してるわけじゃねえからっていう。だから、その、アイテム支援者、ふわっちに返せって言わないでしょ。だから、それはね、やっぱ、誰かが間に入るって大事なんだよ。いや、仕組みって言うんだよ。仕掛けとか仕組みって言うんだけど、花火投げられた方がいいっすね。その代わり、俺面白い放送するから、面白い放送の対価として投げてよっていう。喋りに対して投げてくれっていう。その、これで何かをやってくれっていう投げ方って困るんだよね。すごい。理解めちゃめちゃしてるよ。だからその花火をいくら投げたところで見返りはないぞっていうのはよく言ってる。あるわけがないんだよ。だからその花火投げてじゃあなんで投げるのって。いや俺が喜ぶだけだよって。俺がひたすら喜ぶだけだよって。で、俺が喜ぶところを見たい人は投げてって。俺が喜んだり俺がうまい飯食えたり、生活ができたりするだけだよって。それ以外ないよ。素晴らしいですっていうか。だから、その、言わなくていいこと言っちゃうタイプなのよ、俺は。そんなん黙ってニコニコして現金受け取れいいじゃん。バカなふりして。でも、それってフェアじゃないと思うの。
そう、リスナーさんに対しても俺はこういう人間だよって、見返りないよって。たまたま同じ地区にいて少し会おうみたいな流れならまだわかるけど、遠くから来てくれるからって遠慮したり気を使わないといけないから余計疲れる。そうだよね。うん。うん、まあまあいいんだけど、要は損じゃん、損じゃん、損な性格じゃん。だってこれ聞いて投げようって思わないもん、普通の人は。でひねくれてんだよ、その手の内。俺はだからよく言うんだけど、マジシャンが手品の種明かしをしながらマジックやるタイプの。マジック本体で客引くんじゃなくて、マジックってこうやってこういうトリックでやってるんだよっていうやり方だから、それマジックじゃないじゃん騙せてないんだもん。極端な話、向こうが会いたいんだって、和道が会いたいわけではないと。そういうことで、もしそれをやるんだったら、あの1時間3万円で仕事として受けるからって、カメラ回さないのであればって。だから1時間払ってくれますかって。うん。まあね。だから俺が、その、どんだけ、その、過去、ね、ディスられようが、あいつ最低だったって放送とかコメントとかブログで言われようが、何されようが1時間3万円もらえるんだったら今我慢できるなっていう額が3万円なの、俺。だから1時間3万円と交通費と、全部、食事代とか全部負担してくれるんだったら動くよっていうのが俺の考え方。だから3時間拘束するんだったら9万円払ってって。うん。和道はミスターマリックタイプの手品師じゃなくてマギーシロータイプ。マギーシロー好きだね。うん。マギーシロー。昔は、3時間1万円でやってたの、それを。で、そこそこ利用してもらってたのよ。3時間1万円で。だけど、まあ今は1時間3万円かなっていう。ぶっ飛んでるでしょ。うん。9倍に跳ね上がったんだよね、コストが。まあだからその気持ち的に割り切れる額っていうのがあるのよ。気持ち的に割り切れる額。お金ってそういうもんじゃん。この仕事するんだったらこれだけ欲しいなっていう。めちゃめちゃ接待できるよ。ああ、手力ですってやつだよね。うん、なんかその自分の意識を下げたくないんだよね。自分のそのレベルを下げたくないっていうか。まあ何でもあとじゃん。何でもやらないけどね。ただ飯食うだけ。うん。1対1で話して。あのね、1対1で話しても何にもなんないですよ、イッチさん。あのね、なんでかっていうと放送でこうやって会話できてるから。あんまり変わんないと思うよ。よく言われるのが変わんないっていう。ただよく言われるのが、あの配信よりかっこいいって配信よりイケメンだって言われる。まあ仕事の話は別ね、誤解よくされるんだけど、こういう事業を立ち上げるから、こういう雑誌の連載始めるから、そのちょっと和道に依頼したいとか、そういうのは受けてるよ。 AV の監督やってくんないとか、あいいっすよとか、それは仕事だから。だけどさ、子供じゃねえんだからさ、あの、なんつうの、金にならないことで、その、つるむっていうのはあんまりいいことじゃないと思うんだよね。ありがとうございます。監督の話なくなったね。
あれやってみたかったんだけどね。うん、まあまあ流れがあるんでしょ。うん、タイミングだよ、タイミング。仕事なんか別にそこにズブ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 なくなったなくなったって言ってても意味ないんだよ。これは別に来る仕事全部自分のやりたいことに直結してたら断らないから。ただ向こうにも向こうで都合があるっていうのはよくわかってるから。俺も自営業やってたから、そこグダグダ言ってても先に進まないかんね。はい、了解です。コラボとかもね、結構慎重になってるね。だから基本的にもうコラボは基本的に断ろうと思ってるの。大型のコラボはなんだろう、うん、大型のコラボは多分今後あんまり出なくなると思うよ。あんまりっていうかもう出ないね。12月の予定っていうか、俺はだから未来の予定をほとんど組んでなくて、好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやりたいんですよ。で、スケジュールが決まっちゃうと、その時に俺がやりたいことってできなくなるから、だから、未来と過去って分かんないから、誰とも約束しないって決めてるんですよ。だから行くか行かないか分かんないけど、その時、起きてたら行くよっていうスタイルでやってますね。ありがとう！花火ありがとう！みのみさんありがとう！ありがとうございます。予定はあんまり組みたくない方っすね。だから予定が俺の方に来てほしいの。俺が予定を合わせるんじゃなくて、予定の方が俺に合わせてほしいと思ってる。これ結構ガチな話で、だってマイケル・ジャクソンはそんなことしないでしょ。ステージが来るんだよ。予定は組まないっすね。俺は約束は破るためにあると思ってるから。そう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 、その方が気が楽だよ。そう、投げたい時に投げる、投げたくさせるような配信をするのが俺の仕事だよ。そうそうそう、だから難しいよ。そのやりたいことやってるっつっても、やりたくないことだから断らないといけないわけじゃん。ノーってはっきり言う能力が問われるから、全部八方美人でイエスイエスイエスってやってったらダメなんだよね。うん、うん、風船5個ありがとう。解放困ってたらやると思うんだよ、正直。困ってない。困ってたらやる。困ってる時っていうのは嫌なことやんないとダメだと思ってるの。困ってない。
困らない状況を作るっていうのが俺は仕事だと思ってて、そのための努力は惜しまない。人間って自由になるために生まれてきたわけでしょ。だからね、20代の頃だいぶ苦労したけどさ、なりたい自分に慣れてるもんね。好きなことやって生きるっていう。すごくきつい時もあったけど、俺32、昭和60年生まれ。あ、だからまあそういうやり方とかもあるよね。上手だったらほら強制的に絡みが出てくるわけだから、うん、それはいい判断だと思うよ。そういうところから近づいていくっていうのがうまいね。俺もだからそういう風にやるもん。俺がもし近づきたい人がいたら、あの、向こうにメリットあるっていうか、向こうが求めてるやり方をするよね。ああ、そうなんですね。あのね、好きと嫌いって一緒なんだよ。好きと嫌いって一緒なの。一緒っていうと極端だけど似てるんだよね。あんまりだからその人が好き人が嫌いってイコールだと思ってて俺は。うん、本当の嫌いの本当の意味は無関心だったりとか興味がないっていうことだと思うから、だからなんだろうな、極端な話嫌いでも一緒にいるやつが俺は友人だと思うんだよ。嫌いだろうが好きだろうが最後まで一緒にいるやつっていうのが本当の友だと思うのよ。 あんまりその感情じゃん、好きとか嫌いって。感情が永遠に続くわけないから、あんまり意味がないと思ってて。人間関係適当なやつの方がめちゃくちゃ長続きする。クラブの遊び仲間なんかもう10年以上ついてる。ああ、まあそうだと思うよ。そういうもんでしょう。うん、それがなんか自然っていうか、うん、自然だと思うな。いいね、そういうの。いいね。うん、
そう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 、あの出会うべくして出会うんだよ。別れるべくして別れる、そう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 、必要な人と必要じゃない人は出会わないんだよね。そう、必要ない人は出会わないっていうのが本当にそうだと思ってて、出会う人は本当に普通に出会うんだよね。うん、結構そういうなんつうの、人と人との縁とか巡り合わせみたいなのがあると思ってる。それを信じてるかな、結構。なんか神様みたいなのがね、こうくっつけてくれるんだよ。うん。思った通りに人生になるから。っていうか俺は基本的に家雑のみだね。今日っていうか、まあ俺は家雑配信者だから、うん、今日も、うん、ずっと明日も明後日も永遠と家雑。ペコは慣れたところないの、ベッタベタだよ。ペコはペコはベタベタ。そろそろ寝かすか。おやすみ。ペコも坂もおとなしい。藤井あのペコちゃんなんよ。
配信始めたきっかけは、なんかそのやりたいことやって生きなきゃなと思ってて、でまあ元手のお金がなかったんですよ。でとにかくお金より大事なものが僕にとって時間だったんですね。で好きな時間に起きて好きなことやろうって決めたんですよ。で今度、場所に縛られたくないなって思ったんで、どこにいてもできることをやろうっていう、時間は自分の起きた時とか好きな時にやれて、でホテル暮らしだろうが海外やってようがどこにでもいるもので、3つ目が自分を商品にしようっていう、例えば自分が本出したら本買ってくれる人がいる、俳優やったらその映画の、まあ、DVD 買ってくれるとか見に来てくれるとか、なんつうんだろう、もう変幻自在な状態にしたいなと思って、で無料でできる何かがないかなと思ってて、まあブログとか、まあインターネットだろうなと思って、ブログか生主か YouTuber かとかいろいろこう絞っていったんですよ。で最終的に YouTuber か生主かっていう2つの選択肢になって、で YouTuber はもうやったことあったんで、じゃあ生主で稼いでみようかと思って、うん、それでもう5年目かな、うん、そんな感じですね、始めたきっかけは。のんちゃんお出かけじゃない、風邪ひいてね、後ろでぐったりしてる、キーさん。そんな感じですね、うん、まあ、だからそのタレント業だよね、自分のネームバリューだけで食べていくっていう。のんちゃんはね、もう寝てる、ずっと。まあ元気な時も寝てるけど。わかんないっす。おかえり。
まあまあロム線多いっすよ、うちのリスナーは。監視をしてる。うん、何でもいいかな別に。うん、何でも楽しければ、楽しんでもらえれば。え、何今の、え、何今の、え、今ドアガチャガチャしたよね。え、何今の、え、何、怖いんだけど。今ガチャガチャドア言ったよね。誰もいないんだけど。え、誰もいないのにドアガチャガチャ。え、今ドアガチャガチャしたよね。え、何今の、え、ドアガチャガチャ聞こえたよね今。聞こえたよねみんな、聞こえたよね、聞こえたよね。何今もガサガサ言ったよね。え、何これ、誰もいないよね。え、今言ったよね、ドアガチャガチャ。え、聞こえた人、ドアガチャガチャ聞こえた人。いや違う違う、ドアがガサ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 って鳴ってたよね。え、怖いんだ。今ドアガチャガチャの音だよね、聞こえたよね、ヤバゾンね。てか、うわ、嘘でしょ、誰もいないんだけど、誰もいないんだよ。ほら玄関がそこなんだけど、誰もいない、誰もいない玄関。え、何これ、何、俺の部屋のドアだよね間違いなく。何これ、いやこういうのいっぱいあるよ、うちの枠だから。ほらコメントで、昨日の気違いだろうって、ドアの音ガチャガチャ聞こえたから誰か来たんだろうって。あ、ありがとう、イッチ、こわ。え、何これ、結構落としたよね。俺がじゃあガチャガチャやってみようか。再現してみようか。外に出てガチャガチャガチャってやってみようか。やってみる？それと同じ音だったか検証しようよ。ちょっとやってくるね。ちょっとドアガチャガチャやってくるよ。これは俺ね。え、何これマジで。行くよ。この音だよね、この音だったよね、この音で合ってるでしょ、全く同じ音だったでしょ、全く同じ音だよね。だって家ここカーテン開けたらすぐなのよ、だから人がいないなんてありえないんだよね。いや、さっきの方俺軽めにやったもん。だから結構そのガチャガチャって入り込もうとするような音だよね。いや今は俺がやったんだよ。怖っ、怖っ。いや NHK、 いやだから人だったらもうカーテンこうやってバッて開けたら分かんのよ、ここが玄関だから。もうこのここがこっち側が玄関なの。そこカーテン開けたら人が見えるのよ。何？そう。だから誰もいない怖いってなった。何って誰ってなった。
防犯カメラね。怖っ。めっちゃ怖いんだけど。確実に鳴ってたよね。まあリスナーさんが聞いたってことは鳴ってるよな。怖っ。怖わわわわわ、昨日のキチガイババアじゃないでしょ、トイレ行ってくるわ。昨日なんかあったなんていうレベルじゃないよ。逆に言ったら昨日の方が怖いよ。昨日何かあったか知らないの？昨日何があったか見たい？すげえ怖い映像流れるけど大丈夫？すっごい怖い映像流れるけど大丈夫なの？大丈夫だったら見せるけど。見逃した。いや昨日はもうほんと地獄だったよ。あれどの辺かな、何分ぐらいだったっけ、かかってきたの。ちょっと待ってね。昨日見た後一人でトイレに行けなかった。いやもう、あここだ、この辺だ。行くよ。そう、音量注意ね。なんだよ、なんだよ、ブスが出てきたよ。なんだよブス。ああよ。ああよじゃねえよ。なんだよ、何の用だよ。お前ブス顔出せよ。顔出してんだろうがよ。お、お前ブスだよね。お前ブスだよねじゃねえよ。お前鏡見てから言えよ。何の用だよ。何の用だよ。暇なんで。知らねえよてめえの暇なんか、ね、ちょっと待って。なになになに、知識広めたつもりね。超面白。ねえねえねえ、音楽語れる、映画語れる、何が好きなんね。お前何が好きなんだよ。なんでお前にそんなこと言わないといけないんだよ。暇じゃねえんだよ俺は。暇だよ。でもお前も暇だろ。家庭支えてるつもり。は？家庭支えてるつもり。ふわっちで。怖すぎるよ、ね。何なの？要件は何なの？ブスクズ。どう言うたのお前。お前ブスだろうがよ。鏡見ろよ。見てるよ。ブスだね。ブスじゃねえか。ババだ。ブスでババアだよ。お前もブスだよ。お前もブスだよ。何なんだよ。何の用だよ、だから。暇。
知らねえよ、なんでてめえの暇つぶさ気持ち悪いな、なんだこいつ、なんなんだよ。お前が電話番号教えたんだろ。おめえの電話番号なんか知らねえし、俺電話持ってねえよバカ。 LINE 知らねえよ、てめえが勝手に登録してきたんだろ。暇だから。知らねえよてめえの暇なんかよ、ブスババア。おいディスってるつもりなんだ、面白い。国税局動いてるよ。なんでずぶ濡れなのかもわかんないし、なんでこいつずぶ濡れだ。なんでこいつ今気づいたけど、なんでこいつずぶ濡れなの。大丈夫。何、国税局動いてるよ、大丈夫。何、国税、え、税金納めてるか。税金払ってるよバカ野郎、てめえと一緒にすんな、ブース。ちゃんと払ってるよ。だから何なんだよ、何の用だよ。暇なんだよ。なんでてめえの暇つぶさねえといけないんだよ。いや、惜しくないよ。だって、ふわっち自体暇つぶしだでしょ。仕事でやってんだよ。もうやばいでしょ。もうこんなのに粘着されてたんだよ。怖いでしょ。まあ、タイムシフト見て、詳しくは。いやー、きついよなー。いや、便秘で済むならいいでしょ。夜中にあんなメンヘラから電話かかってきたら恐怖でしょ。いや、面白くねえから、やられてる方の身にもなってみろよ。その後、創価学会の、配信外で創価学会の勧誘の電話かかってきてんだよ、俺。この後。この配信外でね、この放送の後に創価学会入りませんかって勧誘の電話かかってきてんの。大岡さんいらっしゃい。こんばんは。あれ、これ大岡さんかな、あの、パチンコ配信の大岡さん。もう意味がわかんないでしょ。いや、あの年でメンヘラって、別にメンヘラは悪くないんだけど、世の中にはいいメンヘラと悪いメンヘラがいて、悪いメンヘラなんだよ。悪メンヘラなんだよ。悪ヘラ。うん。悪ヘラが、ワルヘラがいるんだよ。きついって。そんな配信外で、あ、おかちゃんだ、お疲れ。 いや、メンヘラは否定しないよ。だね、ワルヘラはダメだよ。ダークサイドのメンヘラは厄介なんだよ。心優しいメンヘラもいるから。ついぜ、本当に。だってコメント欄にこんなやつがいると思うと恐ろしいでしょ。だからアンチコメント書くやつなんか、もうこんなのかパッパラパーしかいないんだもん。本当にこんなドメンヘラかパッパラパーなのよ。もうだから何言っても聞かないの分かるでしょ。配信でこれはトツかかってきてるから理解できるじゃん、みんなは。だけど、何を、コメントで何言ってるか分かんないやついるでしょ？うん。ああ、ありがとう。お勤めご苦労さん。花火ありがとうございます。いやー、まあそうだよ。本当に。だからもう、これはもうさすがにきついと思って。もうイライラして配信回したの。プライベートでこれはないわ、と思って。で、そしたらリスナーが知ってたの、このババアのこと。あ、こいつ知ってるっつって。こいつあれだよって、キャスバーで無銭飲食したババアだよっつって。こいつキャスバーで無銭飲食した有名なババアだよっつって、みんなが教えてくれて。あ、そうなんだ。うん、のんちゃんは、薬で力を抑えてるだけで、本当はエヴァンゲリオンだからね。そうそう。キャスバーで無銭飲食して問題になったんだって。何が怖いって、なんでずぶ濡れなんだよっていう。めちゃめちゃ怖えよ。いや、泥棒どころじゃない、犯罪者だからね。
いやだからマジでね、もうね、ほんとね、アンチコメントとか即ブロが基本だよ。もう何回言っても分かんないバカっているじゃん。もう会話ができないバカっているじゃん。だからもう付き合うだけ無駄なの。もう答え出てるんだよ。店でしょ多分。店で飲んでんでしょ。店側はもう何あれでしょ。で多分なんだけど、こいつ電話切った後すぐ通話中になんのかけ直しても、だから他の配信者にかけてるんだと思うよ、うん、シンクロ率 400% でしょあれ。テレテテテレテテレテテン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 って聞こえたもん。もしくはデン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 デクデンデクデン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 。その音楽で誰かマット編集してくんないかな、のんちゃんのあの4788事件は、あのエヴァンゲリオンのテーマソングでやってほしいよね。うん、妻にあえの攻撃ね、うん、いや格変でしょ、プレミアでしょ、あれ全回転でしょ。だってのんちゃん未だに拳の形、小指もぐちゃぐちゃなんだよ今見たら。あの指の長さ絶対違うよ、もう指の関節がぐちゃぐちゃって曲がってくっついちゃってるから。でケンタコっつってもうここ拳この2つ潰れちゃってんの、真っ平らになってんの。だからあの手術する前その日あったじゃん、本当にオロチドッポンみたいな手だったの、まん丸のあの空手家の手になってたの。パンパンに腫れ上がって丸くここだけ平らで、あとパンパンに腫れてる空手家の手、ここボッコーってなってすごかったよ。よくそこまで殴ったなっていう、華奢な手なのにアンパンマンみたいな。そりゃあんだけね殴ったらそうなるわな。よく自分の拳破壊するまで殴れるよな、なかなかすげえよ、ハードパンチャーだよ、ハードパンチャー。のんちゃんは配信やらないよね、配信やったらうまいよって何回も言ってんだけど、のんちゃんは喋ると疲れちゃうんだっつってた。熊のプーさんみたいなこと言ってた。のんちゃんは喋ると疲れちゃうんだよって言ってた、うん、まあ疲れちゃうんだろうね。だあれは世界に通用する動画だと思う。あれはなんかちゃんと英語で YouTube アップロードしたらあの世界に通用する動画だと思ってる。いや面白いでしょ、のんちゃんの一人カラオケ配信見たことないんだよね。どんな感じなんだろう、面白いの、のんちゃんの一人カラオケ配信。ちょっと見てみようかな、ちょっと見てみようか、どんな感じなんだろう。のんちゃんふわっちで1回ぐらい配信してるよね。松田聖子の配信やるんだっつってわかんない。ノリコで検索すればいいのか。数とウェイトが違いすぎる。いや俺体重75、70キロぐらいか、うん、レッツゴーヤングっていうタイトルだね。レッツゴーヤング、どんな配信なんだろうね。シュールだな。365日。ちょっと面白いな。ちょっと面白いなこれ。いやだけどこれ万人受けはしないけど俺はちょっとつぼるなこれ。ちょっと面白いなこれで。あ、やばい。ちょっと面白いな。
怖いわ。ちょっと面白いね。ちょっと面白いな。じわじわ来る、ね、じわじわ来る。なるほど、こういう配信をやってるんだ、なんかじわってくるな。魚眼レンズがいい感じだよね、なんかね、監視カメラっぽくていいね、じわるわ。いや面白いよな。なんだろうね、なんとも言えないシュールな世界だよね。なんとも言えない。のんちゃんはでもカラオケ配信が好きらしいよ。すげえシュールだな。カラオケね、カラオケ配信最近やってないな。あ、テルと行ったか。テルとやったね。チャンピンと。俺ものんちゃんみたいな一途な彼女が欲しい。のんちゃんはもう一途の域を超えてるじゃん。もう、盲信的な状態だから。一途とかじゃないかな、もう。のんちゃんにとって俺世界だから。一晩中ワノの寝顔見てるもんな。だって俺が朝目覚めるとのんちゃんが覗き込んでるんだよ。おはようって言うとかっこいいって言うんだよ。そう、お風呂上がりにかっこいいワノさんって言うんだよ。俺が家出るときにかっこいいってこう一人でぼやくんだよ。コントでしょ、もう。ジョニー・デップなんて目じゃないですよ。世界で一番かっこいいのはワドーだから。なんかヒゲ男子イケメンをさバズしまくったせいでさ、多分今 SEO 対策1位でしょ。多分なんだけど、ヒゲ男子イケメンで検索すると多分1位になるんだよね今。多分ね。イケメン男子ゴー。この前までさ、ほら1、ほら123
ついに123独占状態に入った。4ここにもいるね。独占市場ですよ。すごくない ?1234 トップ2段のうち4つは俺なんだから、勝ち確でしょ、うん、いやマジだよ。やってごらん。携帯電話でどうなるかは分かんないけど、独占状態でしょ。すごいことになってしまったんだよ。竹野内豊かなんて飛車だよ。はい、ロビーはだついらっしゃい。竹野内豊かなんか下だよ、うん、もうついに多分あのシークレットモードって言って、これあのなんつうんだろうその俺のアルゴリズム引っかからないように、その俺の検索上位が引っかからないモードにしてあるから、イケメンヒゲ男子1234人いるね、うん、永瀬くん負けてるから、ね、竹野内豊を超えたから独占市場。勝ったんだよ俺は、うん、そう。いやナルシストじゃないでしょ。事実を語ってるから。不動の地位。イケメンヒゲとかで出てくるのかな。そろそろ他のも出てきそうだけどね。イケメンヒゲ、イケメンヒゲだけだと出てこないのか。これも SEO 対策しとこう。あ、イケメンヒゲでワド出始めてるな。あ、じわじわ登ってきてるな。もはやね、ヒゲ男子がいらなくなってきたね。ヒゲだけでも上の方に来てる。じわじわ下の方にいるな。あー、すげえな。ありがとう花火、ありがとう。いや、赤髪では SEO 対策かけてないから赤髪では出てこないね、うん、ていうか髪の毛も赤じゃないしな。染めようかな。髪の毛の色ダメだよね、これオレンジだよね絶対。竹野内豊かっこいいよな。こんな顔憧れるわ。竹野内豊かってめちゃめちゃかっこいいよね。ザ・イケメンって感じがする。かっこいいよね竹野内豊かね。かっこいい。いいなぁ。あ、だからやろうとコントロールしようと思えばいくらでもコントロールできるよ、うん、山田孝之は演技力がいいんだよな。かっこいいよね山田孝之も。いいけど、そのなんだろう、なんつうんだろう、イケメンとは違うんだよね。演技のうまさでかっこいい。キャラでしょ、キャラ。
あ、ロングバケーションね。イケメンハッシュタグでイケメンって検索したら全部俺が出てくるように仕掛けようぜ。イケメンって打ったらもう俺の画像が絶対出てくるぐらい、もうイケメンの画像検索は俺が網羅するぐらいの勢いでやっていこうと思う。あ、この人見たことある、イケメンの人だってイケメンの人だわって、どうもイケメンです、和道ですどうもイケメンだよ。最終的な目標もイケメンだけで出るっていうね。イケメンメガネもやろう。 OK、 わかった。あのシリーズ再開する、あの毎朝おはようっつってあの投稿するシリーズ。コミュ障、コミュ障ぶってる感じだなあれは。うん、キャラだよキャラ。あのね、俳優さんの演技はわかるもん、あれは演技だよ。うん、コミュ障じゃないと思うよ、演技演技。コミュ障ぶってるんだよあれ、キャラだよ。狙ってるぜあれ。本当にやってない。あれも演技でしょう。だって臭いもん、あの演技。そう、詐欺師の俺が言うんだから間違いないよ。俺は見抜けるから、本当のコミュ障と。俺とかドレさんが結構本当のコミュ障。ドレさん意外とそんなことなさそうに見えて意外とコミュ障なんだよ。あのドレさんの場合はスイッチがあってコミュ障の火とかがあるタイプ。そう、俺は結構ガチのコミュ障だよ。コミュ障とは違うんだけど、あの人嫌い。こんばんはバタフライテール。人がすごい苦手でずっと結構端っこの方にいるタイプ。大人数苦手なんだよね。なんかしれーっと横の方にいてもじもじしてる。もじもじ。フットサルだから結構そう、前に前に出ないでしょいつも後ろの方にいるでしょ。苦手なんだよな。のんさんほんと元気ねえな。のんちゃんがしょぼぼぼぼぼんってなってる。風邪ひいちゃったの。フットサル寒くて風邪ひいちゃったの。食欲ないっつってサラダしか食ってねえし、栄養ないよね。困ったよ。うん、電気消すね。
ステゴロは出られるの？ステゴロは出られるの？ステゴロは出られるの？お疲れ様でーす。あ、お疲れ。今配信中？はい。あ、じゃあちょっとミュートして、ごめんね。ちょっと待ってください。ミュートは、うん、ごめんごめんごめん。はい、ちょっと待ってくださいね。声を切って、ちょっと待ってください。あ、いちょっと待ってください。ごめんなさい、機材が複雑で。はい。あ、オッケーです。ああ、もう卵取るの早いね。卵取るの早かったですよ。めっちゃはうってんな。え、はうってます？めっちゃはうってる。なんで？あ、大丈夫。今大丈夫。はい。あ、そう。あ、早いな、思いのほか。そう。20日ぐらいだと思ったんだけど。いや、もう届いて、うん、もう早速稼働してますよ。お米も届いた？全部届きました。ヒーターも。いや、もうお礼はいらねえぞ。いや、もうありがとうございます。いやまあやっぱほら和道くんにはね来年頑張ってもらえるから、上手でやっぱサブリーダーとして、でやっぱクリスマスプレゼント本当にウコッケどうすんすかこれ。知らないよ、知らないよ、自分で考えてよ。え、知らないよって、真っ黒い。だってどうしたらいいんですかって、だってそれはもうだってもう和道くんのものなんだから。いやまあかマシンよ、焼くもね、煮るも焼くももう全て和道くんにかかってるわけよ。わ、はい、もう頑張ります。所有権は和道くんに移ったわけだ。了解です。どうするんですかってね、食べればいいんじゃない？あ、了解です。まあ可愛がろうと思ってます。ああ、はい。あれは高くなるの？あの孵化器って。なんか水蒸気と熱と振動がありますね。うん、あ、そうなんだ。定期的に振動が来るのと、そのずっとなんか、うんうん、転換するわけだよね。スチームみたいな状態ですね。うん、はい。あ、湿度を保つんだ。あ、みたいですね。なんか水を入れて。お前ちゃんと返せよ、マイクか。命で遊ぶんじゃないよ。遊ばないですよ。はい。いや、本当に。はい。あ、そう。あ、そんな早く届いたんだ。はい。早かったっす。まあ、ね、養鶏場頑張ってください。はい、頑張ります。応援してます。はい。ということで。了解です。はい。はい、失礼します。はい、おやすみなさい。暗い鬱ですか？鬱ではないよ。うん、取り勝ってるからさ。鬱ではないです。むしろそうですね。なんか勝手に養鶏場になってるよね。和道養鶏場になってる。養鶏場か。
あ、関慎吾の方が上だった。要はね、俺がね、そのワードをツイートに入れないと意味がないから、多分そのメガネであんまり入れてないから、ダメだったんだと思う。え？だから広末涼子でしょ。違う？バレーニョ。広末でしょ。違う。何に似てんの？いや、うんじゃなくて広末涼子激似で俺出てくるから広末涼子激似でも俺出てくるから。何に似てんの？何かに似てる。メガネ外したとき、なんだろう、わかんねえな。何に似てんの？ひろゆきじゃない？よく言われるのはひろゆきだね。ひろゆきじゃん。昔よく言われたよ、ひろゆきにすごい顔が似てるって。ミスターポテトヘッドミスターポテトヘッドはちょっと親近感が湧くよね。顔はバラバラにならないけど、なんだっけ、トイストーリーね。トイストーリー1しか見たいないかな。バズライトイヤーとウッディとミスターポテトヘッド、顔がすぐバラバラになっちゃう。今日何曜日だ？あ、水曜日か。
このネタの例、うん、映画見てえな。いや、さっきの怖かったよ、ドアガチャガチャ。もうやだよ。勘弁してよ。怖いよ。やだやだ。筋割りたいな。俺もクモン流みたいないい体に一回なってみたい。人生で一回もさ、いい体になったことないから、ちょっと和道婦人部をちょっと喜ばせるバデーを作りたいね。人生一回ぐらい痩せてイケメン化してみたいんだけど、30過ぎて可能かな、腹筋割るの。まだ間に合う。婦人部いないの？そういえばなんか女の子減ったよね。おっさんばっかりだよね今。どうしよう、婦人部増やそうと思ってそれやったらガチホモばっかりになったら笑うよね。そういや婦人部減ったね。女のコメントだいぶ減った。TCP になったんでしょ。婦人部は全部 TCP に吸収されたんだ。吸収合併されたんだ。さよなら和道婦人部フォーエバー。テルチャンピンの囲われ方は異常だよな本当に。寄ってくる女はみんなダークサイドだからね。やばいよな本当に。
頑張って勉強して精神科医とかになってたら俺大儲けできたと思うよ。あ、でもさ、IQ 高い医者とかってイケメン多くない？俺病院行くと毎回思うんだけど、若い医者ってイケメンとか美女とか多いんだよ。やっぱね、顔の作りと IQ の高さは比例すると思ってる。ダメだこれやって顔してるやつって IQ 低いんだよね。頭いいやつって美形の顔してない？偏見かな？なんか医者はめちゃめちゃ顔整ってる人多いっていうのが俺のイメージなんだよな。かっけーみたいな。多分俺は関係があると思ってんだよね。じゃあそろそろ終わりにしまーす。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。